ご視聴ありがとうございます。バオシンです。この旅行動画にぜひコメントと高評価、そしてチャンネル登録お願いします。旅行映像シリーズ四国縦断編、今回は僕の趣味全開で興味の赴くままに高知市内歩いてみようと思います。早速現在地の桂浜から南播磨屋橋バス停に戻りたいと思います。今いるのは桂浜のバス待合室です。で、後ろに機械が見えると思うんですが、土佐電交通さんの路線バスの乗車券みたいですね。乗車券買いました。待合室の外には11時に出発するバスが停車中です。このバス待合室に面白いもの見つけました。特捜戦隊デカレンジャーの変身アイテム、SPD ライセンスが飾ってありました。出発して、土佐電交通さんの街で移動中です。南播磨屋橋バス停帰ってきました。一度ホテルに戻って仕切り直したいと思います。今回高知市内で2泊したのが高知ビジネスホテル別館さんです。1泊の料金が3300円でリーズナブルだったので選びました。贅沢を言わなければ快適に過ごせるビジネスホテルであるので、ホテルレビューは割愛させていただきます。むしろ撮影当時の僕が最優先したのは、一刻も早くこちらのお弁当屋さんに行くことでした。なぜならこのお店のオーナーは特捜戦隊デカレンジャー古道小梅デカピンク役の菊池美香さん。諸事情により店内撮影はできなかったものの、ご本人とわずかな時間お話しする機会を得て、1ヶ月以上前に注文したお弁当を手に、一生ものの思い出ができたと感動しながら高知城へ。手違いでお弁当を実食した映像はありませんが、代わりに園内で山内和豊の銅像を見かけました。一見して凛々しい佇まいが目を引く反面、旧国主長宗我部氏に代わって土佐一国を治める立場になった時、彼の中に去来するものは何だったのかと、しばらくの間思いを馳せました。高知城を背に歩き始めてほんの数分、山内和豊の子孫ともいえる人物の生誕の地を示す石碑がありました。地図で調べてから南に向かい、山内陽動校の下屋敷跡を訪ねると、現在はご覧の公園と旅館に姿を変えていました。旅館の脇には確かにかつて山内陽動校の下屋敷だったとわかる説明板が立っていて、ここで陽動校が西郷隆盛と会見し、大政奉還という幕末から明治へと至る新しい時代を迎える転機となったと考えると、何やら感慨深いものがあります。公園の裏手には神社があり、せっかくの機会なので訪ねてみました。参道をゆっくり進んでいくと、本殿がある敷地内に大政奉還を喜ぶ陽動校の銅像を発見。吉報に笑みを浮かべる表情が心の底から喜んでいることをうかがわせます。陽動校に会えたので、今度は戦中八策を検索した坂本龍馬の生家に行ってみたくなりました。ここで坂本龍馬が生まれたそうです。現在は病院になっています。
歴史探訪を存分に楽しみ、そろそろ高知市での一人旅を締めくくるべく、象徴的な観光名所を一目見ようと東に進んでいきました。うだるような暑さの中、路面電車に乗りたい誘惑を何度も振り切り、たどり着いたのが播磨屋橋公園。公園の案内図を頭に入れつつ、洒落た雰囲気の建物にしばし心奪われ、飛び石を見かけて思わず渡ってみたりして、のんびり散策しているうちに播磨屋橋そのものとご対面。一瞬、これは橋と呼べるのかと不意に首をかしげたくなりましたが、橋の脇に掲げてある説明板を読んで、かけられた経緯を知ると同時にストンと腑に落ちました。今回の旅行動画はどうでしたか？ちなみに本作で発生した経費はご覧のような結果となりました。旅行映像シリーズ四国縦断編、次回配信する第9話のメインテーマは大歩危峡観光遊覧船で川下りです。最後までご視聴ありがとうございました。